こんなところでこんな理由出て、そんなに理由も明確にはわかってない気もするけどね。確かにな。でも、何らかの実験材料にされかけたってことだよね。これまでの話をつなげるとそういうことだな。まあ、何にしても僕はここから生きて脱出するよ。部屋の奥にいるわよ。でも奥に何かアイテムがあるかもしれないね。うん、何もなかったね。ただただ怖い思いしただけだな。っていうか外から四つ足の声が聞こえるわね。あいつは動きが速いから厄介だよね。じゃあ、いい今目の前通ったよな。ものすごい速さで駆けてったわね。絶対に向こうから来るぜ。あれ、来ない。ね、あそこにもドアがある。お前ちょっと不用心に突っ込みすぎだぜ。もし部屋の中に奴らがいたらやられてたわよ。この部屋も特に何もないね。相変わらず四つ足のやつの声だけはどこからかしてるな。ドアの近くにはいないね。後ろ、持ってないね。なんか後ろから声が来てたし。おい、めちゃめちゃ後ろ取られてるじゃねえかよ。さっき見た時は気配もしなかったんだよ。追ってくるわよ。気持ち悪い。ライトを照らせば撃退できるから大丈夫だよ。おい、どっちに行くんだ。ここは右に行こう。あ、ドアがあったわ。ひとまずはそこに避難しようぜ。うん、わかった。おい、めっちゃ近くに来てそうだぜ。そんなバカな。うわぁ、遠隔で出したいのこの野郎。危なかったわね。やられる寸前でライトを味合わせてやったよ。でもさ、この部屋も袋小路よね。逆に追い詰められちまったかな。何にしてもここから出ないとダメだね。めっちゃ声してるし。っていうかドア貫通して見えてますやん。ドアのすぐ向こう側にいるのな。でも幸いライトがつくからまだ正気はあるよ。ライトをくらいやがれ。お、効果的ねん。おい、今のうちに逃げるぜ。手また襲ってきた。もう一撃くらいやがれ。お、部屋の中に逃げていきやがったぜ。しかも閉じ込めたわよ。これはラッキー。あ、また部屋があったわ。ゴールのドアも見えてきたぜ。あ、でもゴールの真ん前に一体いるわよ。一旦部屋の中に逃げて考えよう。さて、どうしたものか。あれ、この部屋だけ向こうに抜けられるドアがあるぞ。っていうことは、そこにいるやつをこの部屋におびき寄せて、こっちのドアから抜けていけば、うまくゴールまで行けるかもしれないわね。よし、その作戦で行こう。ギリギリでドアを開けるんだぜ。あ、閉まっちゃった。この加減が難しいんだよね。よし、おびき寄せるからね。あとは上のドアから逃げるだけだな。外に四つ足のやつがいないか気をつけて。とりあえず近くにはいないみたいだ。あとはここを曲がって。おい、声聞こえてるから気をつけろよ。うん、ここを曲がればゴールまで一直線だ。後ろ気をつけて。これで鍵がかかってたら最悪だな。マリサ、嫌なことを言うんじゃないよ。お願いですから開けてください。よっしゃ。ついに出口なのか？マジっすか。あ、でもこの階段の感じとか、今までになかったフロアの様子だよね。って言っても奴らの声はめちゃめちゃ聞こえてるけどな。最後の最後まで気を抜かせてはくれなさそうね。もうこうなったらすっ走ってやる。おい、僕にゃん、早まるんじゃないで。ちゃんと様子を見てから。いや、もう怖さの限界なんすよ。誰が何と言おうと僕は走り抜けてくれる。しかしめちゃめちゃ広いフロアね。四方八方から声が聞こえるぜ。もう寝ちゃってる。今までに見たことないくらいの量だぜ。僕は何も見てないし何も聞いてない。後ろから凄まじい量の声が。いやあ、これはヤバいなんてもんじゃないぜ。逃げ切れる気がしねえんだけど。道もどっちに行けば正解なのかもわからないわね。あ、何か見えるよ。詳しい。この本を読んで最悪な奴が登場だな。金めっちゃいる。あくまで暗いライト。説明じゃねえかよ。いや、僕は諦めないよ。いいよ、僕のバスケ部事故にのターン。いいよ、じゃねえのかよ。おお、そ、外に出たのかな。なんかそれっぽいわね。これは建物の入り口っぽいもんな。でも、外にも奴らが溢れてるって。え、っていうことは、事件は建物の中で起きてただけじゃなくて、世界中で起きてるってことなのかしら。そんなバカな。奴らがそこらかしこにうじゃうじゃいるぜ。嘘でしょ。
そこにも奴らがいるわ。おい、車が走ってるぜ。そこの道路にも奴らが。外に出ても、この悪夢は終わらないのな。そんな、嘘だと言ってくれ。あれからどれだけ歩いただろう。どこをどうやって歩いたか覚えてないけど、気がついたら僕はここにいた。マリサと霊夢も逃げてる道中にはぐれてしまった。しかし僕は必ずあの二人は生きていると信じてる。そして必ず助け出す。今度は逃げるのではなく、こっちの恐ろしさを奴らに教えてやる。世界は奴らによって滅ぼされた。人間が築き上げてきた文明もほとんど機能していない。でも、僕は固く心に誓おう。必ず生き残ってやる。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。